ございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。ということで、自分が好きなというか理想の髪型っていうのが、あると思うんですけど、どうでしょう、皆さん、ロングヘアとショートヘア、どっちが好きですか？私はもともと小さい頃からショートヘアっていうのが、好きで、もともとね、ロングヘアをしていなかったから、ロングにするのがめんどくさいとかさ、シャンプーするのに長いとなんか絡まったりとかっていうのが嫌だっていうのもあって、ショートヘアにしてたんですけど、今ね、ロングにしちゃってるよね。それに慣れちゃったっていうのもあるんだけど、どうでしょう。私はね、ショートヘアの方がいいかな。シャンプーするにも、簡単にシャシャシャーってできるし、本当にドライヤーとかでもね、いろいろと大変じゃないじゃないですか、ショートの方がね。ただ、本当に大変なのは、寝癖の時ですね。どうしようもないですよ。なんて言うんだろう。ごまかしができない。ロングヘアだと、変な話さ、溶かして、なんとか見栄えが良くなれるけど、ショートだとね、もう至る所こう跳ねてたりとかするんで、なかなか大変な時があったなと。あとパックリこう分かれるのがさ、めちゃくちゃ分かるじゃないですか、ショートだと。なのでね、ちょっとね、どうしようかなっていう時がありました。皆さんどうでしょうか。男性が女性に求めるヘアスタイルとかっていうのも、あるだろうし、女性側はね、男性側が求めるっていうかさ、僕はロングヘアが好きで、でしかもその黒髪で、ストレートが好きなんだっていう感じのね、清楚な感じの人が好きなんだって言えば、そういう風な服したり髪型も変えたりするんだろうけど、元からね、地毛がさ、茶色かったりしたら、多分ね、彼氏さんの方も、彼氏になる前の人でもさ、そのままでいいよ、黒髪は基本的に好きだけど、地毛ならしょうがないよねって、言う方もね、いらっしゃると思うんだけど、ショートカットが似合ってる方もいらっしゃるんで、前はね、芸能界の方でも、前はね、ロングヘアだったけども、役かなんかで一回バサッと切ったことによって、そのイメージがね、定着したっていうね、方もいらっしゃると思ったはずなんですけど、誰とは言えませんけどね、忘れちゃったんで。私もショートにするか。いい加減切らないとね、いけないなと思っています。皆さんどうでしょうか。どちらが好きでしょうか。特にね、男性の方、こういう髪が好きなんだよねっていうのがあったら教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。